複数のキーフレームアニメーションを一続きにすることもできます。これにはちょっと準備が必要です。また複数のアニメーションを同時にあるいは連続して実行するとスケッチアップで変な動作が生じる場合があることも覚えておいてください。このデモンストレーションでは2つ目のキーフレームアニメーションを既存の建物構築モデルに追加します。その後2つのアニメーションを連続して実行します。 前に作成した既存の37フレームのキーフレームアニメーションから開始します。SU アニメートバージョン4ダイアログボックスでニューを選択します。キーフレームカメラアニメーションを作成するので、アニメーチタキャメラがオンになっていることを確認します。数回のステップに分けてスケッチアップカメラを回転し、建物をグリルとアニメートします。 これでこのモデルにあるテクスチャのミスがすべて見つかります。前回同様にスケッチアップのカメラ位置を一つ一つキャプチャーしていきます。これがフレームを作り出します。回転が完了したらセーブをピックします。 ここからが難しいところです。SU Animate for d i a l o g ック Box で2つ目のキーフレームアニメーションをクリックします。右クリックしプレイを選択してこのキーフレーム2アニメーションを再生します。よくできました。次にキーフレーム1の後にキーフレーム2アニメーションが再生されるようにディレイを変更します。つまりキーフレームアニメーション開始を 38に遅らせます。これで SE アニメートは2つ目のアニメーションを37フレームが終了した後に開始します。次に一番上にある SE アニメート4メニューでプレイをクリックします。これで2つのアニメーションが連続して再生されます。